皆さんこんにちは、谷正樹です。今回のテーマは、左足の、使い方に特化して、レッスンしていきたいと思います。で、まず、まあ普通のねアドレスをしたとして、バックスイングの時に、左足がどう動くかというと、イメージとしてはちょっと左前前方ですね。なんか極端に言うとボール側の方に左膝をちょっと曲げていくような感じになります。これが右足に寄せすぎたりとか、向きを絶対変えないようにこうやって上げていくとかっていうのは、それぞれ弊害があります。特に膝の角度を変えないようにバックスイングを上げていっても、すごくこう柔軟運動をしていて体が柔らかくて、っていう人たちだったら股関節も柔らかいんでダウンスイングにつながる可能性は高いんですが、僕正直股関節そんなに柔らかい方じゃないですね。でそういうこともあり、正直それをキープさせる、左足をキープさせるのは僕にはちょっと辛いんで、ボールの方向に左の膝はちょっと曲げていった方が楽であって、かつダウンスイングを切り返していった時に左の膝を右の前側にちょっと出すことによって、ダウンで左下の方にグッと深く踏み込みやすくなってくるんですね。で左下の方に深く踏み込むことによって、今度は膝が曲がった膝を今度は後ろに腰を回しながら伸ばしていく作業につながってくるわけです。で、前にも話しましたが、左膝を曲げたままインパクトからフィニッシュまで持っていく人っていうのは基本的には、昔とちょっと方向性がいいプロゴルファーが多かったです。ですが、左膝をこう伸ばす動作っていうのは腰の回転をこう助長することができるんで、より飛距離アップにはつながっていく。でかつクラブが、最近のクラブは、まあ、こんな言い方もあれですけどすごくよくできてるんで、最近のテクノロジーというか、もうベーンって振ってもあんまり、よっぽどすごい動きをしてない限りは、まあ、プロゴルファー見てれば分かりますけど、どんどんあの球が飛んでってるわけですね。だから振っても曲がらないから、どんどん体を大きくして、もうみんなレースカーみたいな体になっていって、ほんでそれでも曲がらないからって、もうなんて言うんだろう、最後プロゴルファー450ヤードぐらいの世界になるんじゃないかなとっていうぐらい、まあ、みんな振り回せてるわけです。それはクラブのおかげかなと。だからその、まあ、せっかくだったら今の時代に沿って考えていくならば、その左膝の曲がっていった動きを腰を回すためにバーンと伸ばしていきましょうと。そうするといわゆる地面反力、地面を蹴り上げていくような動きによって、最大限のスピード、最大限の力っていうのが生まれてくるかというふうに思いますね。であともう一つ、その、腰を回していく作業、いわゆる膝を伸ばしていく作業の時に、ダウンスイングからインパクトにかけて左のかかとですね、かかとがアドレスだったポジションよりこう内側に入る、左かかとがインステップするような感じですね、まあ、これシェアリングって言うんですけど、内側にこういう風に入った作業で伸ばしていく、いわゆるそうするとちょっとこう体が少しこうつま先寄りで全体的にバーンとこう伸び上がって打つような感じになって、まあ若手のプロ、例えば、まあ、プロとかあとジュニアですねとか非力な人たちは比較的そのスピードでやっていくと、ちょっとつま先を利用してつま先側で、腰を回してくるっていう、まあ、いわゆるジャンピングショットみたいなですねの、使い方になるのもよし、もしくはダウンスイングで、どっちかっていうと左の、かかと側が少しアウトステップ外側に少し行くような流れで持っていってもよし。ただしこの時はアドレスの時、アドレスでつま先が内側に入りすぎていると、100
入りすぎてて左の、かかとをちょっと外側に持ってくるような動きにすると左膝を痛める可能性がかなり高いです。だもし、ヒールをアウトステップさせたかった場合はちょっとアドレスの時につま先を開いてないとダメです。危ないです。これも癖です。どっちがやりやすいか自分で実際線かなんか引いて印を置いてやってた時に、あ、足どっち側に動くなっていうのを、まあ、動画撮っても最近すぐなんか分かると思うんで自分がどっち側に行きやすいか、あのどっち側でも変な話大丈夫です。とにかく腰を回すために左の膝を伸ばしていく。伸ばしていた時にシェアリングってこっち側に行くのか、もしくは逆にヒールがアウトステップ側に行って打っていくのかっていうところを怪我のしないように伸ばす練習を、腰を回すためですよ。体を伸ばすためじゃないですよ。回して伸ばすために、っていう練習を左膝の場合はやっていただくと随分、距離が変わってくると思いますので、練習をぜひやってみてください。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。